はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。対戦相手めちゃくちゃダイパ楽しみにしてるね。この人 さあ、多分この前さ、ダイパのリメイクのさ発売みたいな話あったじゃん。それ見て多分ウキウキになってこの TN になったんだろうねって思うんだけど、それでもなお剣盾にさ潜り続ける、そのダイパリメイク楽しみでっていうので終わらずにさ、その間剣盾をしっかりやるっていう、最高だよね。選出をちょっと決めていきたいんですけども、まあ、バンギ選出は確定だね。ジャイと、カイリュウの初手代、まあ、ウツロイド、サンダーあたりに対応したくて、ドサイ考えると無動なんだけど、まあ、ウラスまで考えるとブルル欲しいから、バンギブルルで幅広く見るか。で、ラスイチ、ナットレイに強いランクルスがまあ欲しいけど、まあ、ただ、ウラオスがどこまで行っても、やばいね。いや、まあでも、ランクルスでどっかで、後を取れる盤面作れると、ほぼいける。あー、でも待って、物理の、海流が、まずいから、バンギーから入るの多分いいんだよね。で、無動ブルルじゃないか、裏。ナットレはちょっと、やばい。僕もね、本当に、ダイパリメイク、ワクワクして、うおーっていう感じももちろんあるし、それだけじゃなくて、ねえ、剣盾から一刻も早く逃げ出したいっていう気持ちまであったりするけども、それでも、この、ガラルの牢獄でね、戦い続けるっていう、7世代をやってきた奴らに比べたら、僕がやってることなんて、まだまだ楽な方だからね。まあ、初手代もなんだろうな、ここ。何をそっかなー。ダイマこっちも切りたいけどなぁ。リュウマイ考えると守れない。カイリュウの初手ダイマってそれが強いよな。まあ物理ではないので、初手ダイマカイリュウは。特殊しか知らないからね、僕。初手ダイマ切ってくるカイリュウ。ああ。ごめん、引かなかった僕が。悪かった。こいつ、ダイパ楽しみにして、8歳もうやる気ないみたいな顔してとんでもないもの仕込んどったね。弾か。まあ裏次第ではまだある。サンダーがいた瞬間ほぼ負け。ウツロイドに対してはまだケア効くね。引いてサンダーがいる。これ、突っ込んだ僕が悪いか。初手代マックス海流、特殊、物理もいる？物理だったらでも竜舞した方が強くない？バカ力から。ごめん、僕が悪いわ。ごめんなさい。すいませんでした。ねえ、ちょ、君悩まなくてよくない？もう勝ってるからさ。だって無道に殺されるはない。これ絶対煽っとるからね。こういう、長引かせるの。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やってきます。ちなみに、まあ、さっきの人が、まあね、普通に悩んで、ちゃんと悩んでて、たのか、煽ってたのか別に、まあ、それはどっちもいいんだけど、なんかその、ダイパキッズっていうさ、TN でやるって、その、ガラルの監獄にいる僕らを楽しませてくれてるよね。希望を与えて、先にこういうのが待ってるぞ、お前らっていう、そういう雰囲気を感じましたね。まあ、それはさておき、まあ、選出していくんですけど、この試合はバンギーいらなくて、自爆、ここどうするかだけど、ランクルスでいけるとは思えないんだよな。割とヌオを投げたい話ある。あ、でもブルルいないとウラスがそもそもあれか。ブルル確定の無動も欲しい。で、無動はランドロスにキャッチされるのまずすぎるため。ブルル無動アット1誰にするかな。まあ、ドヒドは全然悪くないけど。いや、さすがにキューコンがちょっと重すぎるな。でも、ドヒドに相手ミミックやばいんだよな、だいぶ。ヌオーにしても9個の話になんないでしょ。まあ、じゃあ誰にするんだっていう話だけど。まあ、ランクルス持ってくか。まあ、ブルルで地箱見れないからね。普通に見れないからね。ランクルス、ブルル、無道。ミミック気合。ちょっとね、だいぶね、話すネタを、ね、用意してきたんですけど、さっきの試合、
ダイバキッズ面白とか言ってたら終わっちゃったから、この試合でね、話していこうと思うんですけど、まああれだよね、なんか、まあ勝てないシーズンはあるし、全然今までのそういうシーズンもずっとあったから、別に今更ガタガタ言うようなことじゃないんだけど、まあ動画的にだいぶ、なんかきついよね。ネタ、まあ面白いことをやるみたいな話もなくはないけど、そういう意味でのネタ切れ感もあるし、めちゃくちゃ多分これがどんなにネタなくても、さ、レイド2000とかバカバカ取りまくって勝ちまくってればさ、俺が強えぞ、俺らっつって、最強だっつって、まあ別にレイド2000最強はちょっと盛りすぎだけど、まあ普通にレイド2000こういう構築でいけましたよ、みたいな感じで、さ、動画撮っていけると思うんだけど、まあなかなかなんかそういう風な方向性もね、難しいところだよね。その、なんて言うんだろう。まあ、まあ、勝てないわけだから、そういう感じで動画撮れないじゃん。でさ、なおかつさ、あー、G6だったら負け。あー、でもランドロスまだいけるな。これなら。で、その、なんて言うんだろう。結構さ、じゃあ、例えば、レート2000も取ったことないし、別に、なんか、何位でやってんのこの人みたいな感じの人もさ、伸びてる人も結構いるわけじゃん。だそういう人って、面白いことをやってたりとかさ、面白い動画だったりするから、そういう風に伸びてるわけであって、そう、なんて言うんだろう。そういう、方向性を少しなんか欲しいよね。面白いことやれてても難しいんだけどね。面白いってなんだって話じゃん。かといってす。てか今まで多分、まあ、曲がりなりにもさ、レート2100を禁電ルールの時取ったりとかして、その、多少ね、そういうノリでやってきた以上はさ、まあ、なんか難しい部分が、難しい部分っていうか、そういう風にはいかない部分も、やっぱりあるわけで、なかなかこう、そういう方向性に力を割いてこなかった、なんかツケが回ってきたなっていう感じはしてるんだけど、だから多分、なんて言うんだろう。そういう、まあ、コンテンツの種を、なんか自分を見てもらうみたいな感じにしていくべきなんだろうな、とか思ってて。まあ、だからラジオ動画とかね、時々出してるっていうのはあるんだけど、まあそれがね、まあこう、できるできないみたいなのやっぱあるからね。ちなみにこれジェットで終わるの見えてるんですけど、大丈夫ですかね。あとまあ正直、このルールがどこまで続くかっていうのの意味で、きつさを感じるみたいなのはあるかな。どうしてもね、冠ルール、このルールだって2000とかで止まってるからね、あんま、最高でなんだっけ2003とか覚えてないけど、2000は超えたのは覚えてるけど、竜王戦の前の時はね、は覚えてるけど、なんかあんまいいイメージっていうか、いい思い出っていうかなくて、とにかくなんか、ああ、わかんないし勝てないけど、とりあえずなんか上振れて2000はいったな、ぐらいな、印象しかないっていうところなんでね、自箱に宿り着させたいかな。で、ボルチェン強制して、まあ裏に負荷かけていくみたいな感じで、良さそうだけど。で、一回プレス入ってるから、自爆いるわ。潰していけるね。なんか、そうなんよね。その、まあ、正直本音を言うと、このルール一刻も早く終わってほしいからね。本当に、勝てないっていうか、合わないっていうか、苦手っていうか、だからそういう人も結構いると思うんだけど、ただ、受けループが確か最終1位を取ったのってね、このルールなんだよね。だ本来はいけるかもしれない可能性をめちゃくちゃ秘めてるんだけど、まあ、ね、竜王戦をやってバグっちゃったのか、まあ、何なのかわかんないけど、無限大な麻薬みたいなもんだったからな。あんな、いやでもあれもでも別に、いやでもウーラオスのね、ジェットを打てば無限大のを崩せるっていうのを知ってるっていうか気づいてるっていうか理解してる人あんま多くなかったから、だいぶあれで、まあ、やりたい放題できたんだよね。だそれを考えると、ここちなみにボルチェンしかないから、ね、突っ張ってくるとか考えないで、突っ張ってくるとか考えないで。あ、でも、いやでもランクルス引き考えるとね、ここ、あ、でも削れてるからあれなのかな。だ、今切れば最後押し込めるとか思ってるかな。そうだったらラスカとか打ってきてもおかしくないけど。まあ、一発食らって次守ってダイマ切ってでもいいか。ここさえ処理できれば多分そんなに、
あ、遅いだけか。ごめん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 。殴ればよかったね、普通に。あ、じゃあこれ無動で、あれだな、プレスで処理していいな。ってなると多分無動でだいぶ暴れるでしょ。自爆を、ウーラ押す。あと1だから。うん。無動で全部詰めれないか。ランドロス、無動で全部詰めれるでしょ。ここしっかり削れば勝ちだと思うんだよ。相手が無動で積んでないか、その選出。まあ、一回多分クニックの策でウーラス置いたんだろうけど。あー、でもこいつ感知持ってたよな。あー、でも、ブルルに打てなさそうだね。ランドロス。また、ランドロス、ステロ持ちだったから、まあ、十中八九剣舞ではないんだよね。さすがにランドロスは上から動いてくるから、前取りを入れていいと。てか多分ブルル捨てて無動最後展開して勝ちじゃない普通に。もう負ける要素がないと思うんですけど。まあいいや、思う存分話していくか。このルールへの恨みを嘘。恨み別にない。恨みって方でもないけど。なんかちょっと満足しちゃった感あるよな。2101回取って。もうちょい、本当はじゃあこっから30位以内とか一桁とかを目指していくべきなんだろうけど、本当に良くないね。成長が止まるからね。そういう思考に陥ると。まあここも宿り切れんだかな。ウラオスに本当はウッドホン入れたいけど。また少なくともこのルールで、いける気はしないから、もうちょいなんか時期を待つっていう気はするけど。ゲウラに宿り、ここで自爆でしょ多分。まだランドロスか。宿り切れんだでいいな。裏ゴリゴリ削っていけるから。馬力で自爆死ぬのとか警戒してんのかな。で、威嚇入れて何とかしようみたいな。いや、それも別にそんな。なんかここ無動置きに行ってもいい気がするけどな。割と。いや、でも鉄壁詰めたらもうそれで終わりだから。なんかランドロス間違って大ショットとか打ってきて。ブルル死んだらそれはそれでいいか。まあ、あとウラオスのダイマックスなくなるからちょっと楽になるんじゃない。多分悩んでるけど、これはもう僕の勝ちで、うん。まああとあれね、そのさっきの話の続きじゃないけど、なんかなかなかね、そう、何が一番きついって、このルールで動画何本作れるかなっていう、それが一番不安要素というか、っていう感じのところっていうかな、そういう、あれはあるかな。ウッドホンとりあえずこいつに通ったのでか。A 下がってるから、ダメージロしょぼくなっちゃったけど。まあ、また宿り切って、宿り切の PP の方が切れそうだね。そうね、動画、何本作れるかっていうか、やっていけんのか、この先みたいな感じはあるかな。やっていけんのかっていうか、まあ、なんて言うんだろう。どうしようかな、みたいな。毎日投稿で月30本作れるかなっていう。あー、ダイアイス持ってるんだ。はい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 。まあ、一発は耐えるでしょ、さすがに。うん。割と余裕持って処理できそうな感じあるけど。ケアドリやっている。ウラオスだと結構削れてくね。まあでも頑張ってやっていくしかないかな。まあ、ダイパリメイクが出るまでちょっと。多分ダイパリメイク出た時のバブルはさすがにエグいはずだから、そこまで騙し騙しちょっとやっていくしかないよね。本当に。なんかあとまあどっかでもう一回ぐらいレート2000とか。まあ、ルールがどうなるかにもよるけど、まあ、その辺の動き見てなんか、頑張れるシーズンは頑張りたいなと思ってるかな。まあ、あとシンプルに、そう、まあ、動画のネタになるっていうか動画伸びるってのもあるけど、まあ、シンプルにレート2000とか嬉しいしね、取れると。何回取っても嬉しいから。まあ、初2000の時も嬉しかったけど、それほどではないけど、でも、2000も2100も、
は相変わらず嬉しく感じるから、まあ、ウキウキでね、やっていきたいですかね、その辺は。これ次のアイス、さすがに耐えないかな。まあ、願望で本打つか。ただ相手サンダー打たないと、無道を殺せるあれできないから、どっちみち詰めれるんじゃないですか。で、まあ、地箱に突っ込んで切っていいか、ブルルは。まあ、こうウッドホーン打っちゃったから全然ダメージ入んないけど。だ切っていいのランクルスだな。あ。OK 。相手が僕より絶望してた人がいたわ。これを糧に、まだ、頑張っていけるんじゃないかな。ということでね、お疲れ様でした。